シャア・アズナブル。かつての一連戦争時において赤い彗星と謳われたジオンのエースパイロット、後にクアトロ・バジーナとしてグリプス戦役を戦い長らく消息を絶っていたその男が再び歴史の表舞台へと姿を現した。宇宙世紀00922、12月22日、旧ネオジオン軍残党や反地球連邦組織と接触し新生ネオジオン軍を組織していたシャアは難民コロニーであるスイートウォーターを占拠、そこを拠点とし自らを総帥としてネオジオンの復活と同コロニーの地球連邦からの独立を全世界に対して表明する、後に言うスイートウォーター宣言である。これに対して地球連邦軍はシャアのネオジオンを過小評価し具体的な対策は講じなかった。いや、一部であるが、シャアの危険性を見抜き動き出している部隊があった。ブライトノア大佐やアムロレイ大尉を中心とする外郭侵攻部隊ロンドベルデア。この部隊は旧ネオジオンの残党の捜索と掃討を任務とした。だがスペースノイドの世論はすでに反地球連邦に傾いており、シャアを支持する民間人によってアムロたちはシャアの追跡を封じられてしまう。そして2ヶ月後の2月27日、ついにシャアは地球連邦政府に宣戦を小惑星歴史をネオジオかつては敵として、隕石の後先。
ままいいようにされてたまるか。貴様を仕留めなければ死にきれるもんじゃない。これ以上お前の好きにはさせない。邪魔をするな。引くわけにはいかない。落ちろ。するなを地球に落下するのを阻止できず、この一機も落とせないとは。このモビルスーツガンダムに似ている。ということはパイロットはニュータイプか。ユネーガスに対して迂闊なんだよ。これ以上の抵抗はやめろ。人が人に罰を与えるなどと。こいつ抵抗したら。
ヘクスルナオトシの作戦はネオジオン軍として初めての艦隊戦であった。この作戦で諸君らの働きを見せてもらい感動している。しかしフィクスルナだけでは地球は浄化されない。今回の作戦の締めくくりとして追撃するロンドベルの艦隊に陽動をかけてもらう。単純な作戦ではあるが、無事任務を果たしてスイートウォーターに祈祷してもらいたい。以上。Thank you.
ないないない。ふん。Meow!
Yeah.